東日本高速道路関東支社は東日本高速道路の支社の一つ、旧日本道路公団の東京第二管理局の流れを組んでいる。ネクスコ管轄の高速道路、有料道路のうち、東名高速道路、中央自動車道周辺を除く関東地方の大部分の路線と長野道あずみの ICE 北の長野県北部の路線を管轄している。管理事務所では、 管轄区間の高速道路、有料道路の維持管理、料金サービスを行っており、景品管理事務所ではこれに加えて、日比谷自動車駐車場の管理も行っている。工事事務所では管内における高速道路、有料道路の新規区間建設や ICPA の新設工事4車線化を担当している。管轄区間の j a、AH、時代は、 上記の路線の内関越道、上信越道、長野道、圏央道、北関東道は、現在のネクスコ中日本八王子支社にあたる東京、第3管理局が、第3京浜、横浜新道、横浜横須賀道路は、現在のネクスコ中日本東京支社にあたる東京第1管理局が管轄していた。その後、民営化直前の2005年7月に、東京管理局、 東京管理局東局、東京管理局西局がそれぞれ関東第二支社、関東第一支社、関東第二支社八王子管理局となった際に、これらの路線はすべて関東第一支社の管轄になり、民営化後は、ネクスコ東日本関東支社へ引き継がれた。このほか、J1 時代には、日光宇都宮道路も管轄していたが、民営化直前の2005年6月28日に、 栃木県道路公社に移管された。ありがとうございます。